大サも別名パロットフェザーはアリノトーグサカの水生植物。南アメリカのアマゾン川が原産地であるがアクアリウムやビオトープなどの観賞用として各地に移入され日本などで侵略的外来種となっている。特定外来生物、日本の侵略的外来種ワースト100。原産地はアマゾン川であるが現在ではほぼ世界各地に分布している。 1800年代にはすでに北アメリカに持ち込まれ、1900年代に南アフリカ、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどに定着したとされる。温暖な気候を好むため、アメリカ合衆国では主に南部に生育している。オオフサモは淡水性の水草であり、湖障やため池、河川、水路などに生育する。多年生の中水植物。茎は、 約5ミリメートル、葉は緑白色で鵜状に咲け、5から6輪生する。私有一種で、夏季は6月。ほとんどの株はメカブで、オカブは南アメリカ以外では確認されていない。メカブは白い中等を持った小さい花をつける。花は欠実せず、匍匐系を伸ばしたり、切れもから再生するなどして、無償的に繁殖する。冬にも枯れずに越冬する。 アメリカ合衆国のフロリダ州では、雷ハムシの仲間が幼虫の寄生先としてオオフサムを利用しているのが発見された。アクアリウムやウォーターガーデンにおいて観賞用に利用されている。また、日本では河川の復元事業やビオトープなどに用いるため植栽された。しかし前日のように、切れモなどで簡単に増えるため、各地で一出して侵略的外来種となっている。 例えば海景の断片が掘り起こされて、それが散布されることでも容易に分布を広げる。日本では1920年頃に導入されたものが神戸市スマデラにある池で初めて野生化しているのが確認された。その後、日本のほぼ全国に分布を拡大させている。繁殖力の強い本種は水路や故障の水面全体を覆い尽くすほど大繁盛し、 在来種の植物の生育を妨げてしまう。さらに、水流を阻害したり、水質を悪化させたりする被害も懸念されている。そのため各地で防除作業が行われているが、その作業は容易ではない。大房物植物体表面は、艶のある、口暗そうで保護されているため、除草剤の効き目はほとんどないとされる。ハサミで切断したり掘り起こしたりすると、植物体断片が、 周辺に散布されるため、かえって、大サもの分布を拡大させることになる。アメリカ合衆国では、アラバマ州やコネチカット州、マサチューセッツ州など、複数の地域で有害雑草と定められており、販売が全面的に禁止されている。また、日本でも、外来生物法によって、特定外来生物に指定され、一切の栽培や移動が禁止されている。ありがとうございます。